ミュールハイム、アムマインは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州オフフェンバッハ軍の市で、ある。本市は、マインガーサガンに位置し、面積は20.67平方キロメートルである。ディーテスハイム地区中心部ミュールハイム、アムマイン市は、オフェンバッハ軍に属す13市町村の一つである。ラインマイン地域に含まれ、オフェンバッハアムマインとハーナウとの間のマイン、川南岸に位置する。 歴史上は、マインガウに属した。ミュールハイム市内でビーバー側がローダウ側に注ぎ、その後、ローダウ側がマイン川に合流する。ミュールハイム、アムマインは、北は、マイン川を挟んで、マインタールと、東はハーナウ、南は、オーベルツハウゼン、西は、軍独立市のフェンバッハアムマインと境を接している。ミュールハイム、アムマインは、ミュールハイム、ディーテスハイム、 レンマーシュピールの三宿からなる。ミュールハイム宿には、旧中心市街のほか、マルクトバルト住宅地とローテバルテ住宅地が含まれる。市内には、かつて、マイエルスハイムという集落があったが、現在は、廃村となっている。ブルッケンミューレミュールハイムという地名は、かつてローダウ川やビーバー川のあぜに10基の水車があったことに由来する。現在は、 ウルケンミューレ1期だけ残っている。この水車小屋は、聖霊降臨祭の月曜日に見学することができる。皇帝ルートィヒ経験ミカドは、815年に、ウンターミュールハイム全域を、オーバーミュールハイムと共に、当時不落王国、マインガウニータアインハルトに送った。ミュールハイムと、かつては、独立していたディーテスハイム及びレンマーシュピールは、ビーバーマルクに属し、 周辺の森はドライアイヒオカリバの一部となっていた。ミュールハイムの教会は、中世においては長い間、ビュールゲル、オフフェンバッハ、ビーバー、ホイゼンシタム、ディーテスハイム、レンマーシュピールの教会の母教会であった。その後、ミュールハイムはアムトシュタインハイムに属した。このアムトは、初めエップシュタイン家の所領であったが、1371年からは、借金の担保として、 カッツェンアインボーゲンハク家とハーナウ家が半分ずつ漁していた。1393年からはクロンベルク家が全域を担保として漁した。1425年にゴットフリートフォン・エップシュタインはアムトシュタインハイムをマインツ選定校に売却した。30年戦争の間、1631年から1634年までグスタフ2世アドルフはこのアムトを 戦利品として摂取し、同盟関係にあった、ハーナウ家のハインリヒルートビヒフォンハーナウミュンツェンベルクト、ヤーコップヨハンフォンハーナウミュンツェンベルクトに与えた。両白の死後ベストファーレン条約により、ミュールハイムは再び、マインツ選定綱領となり、この体制が1803年まで続いた。この年の世俗介護、この地域は、ヘッセンダルムシュタットハク 後のヘッセン大公の所領となった。1819年、ビーバー・マルクの分割後ミュールハイムは、マルク・バルトを獲得した。1873年、新たに開通した鉄道フランクフルト、ベーブラ線の駅がミュールハイムに作られた。ミュールハイムには、ユダヤ人コミュニティがあったが、国家社会主義者のテロ行為により消滅した。1939年4月1日、 国家社会主義的行政改革に伴って、ミュールハイムはディーテスハイムと合併して、ミュールハイム、アムマインとして都市圏を与えられた。1949年から、ミュールハイム、アムマインは、ヘッセン州市町村連合の本部所在地となった。1977年1月1日、ヘッセン州の地域再編に伴って、それまで独立した町村であったレンマーシュピールが、 条例に基づいて合併した。ミュールハイムの聖マルクス教会ミュールハイム、アムマイン視聴者ミュールハイム、アムマインの市議会は45議席からなる。ミュールハイム、アムマインは1948年から固有の紋章を有している。紋章は青地に水車の輪が描かれており、その上部に金のしべを持つ銀の花が三輪配されている。水車の輪は 10機の水車に至る、町の歴史を表し、三輪の花は、最初の農場を象徴し、青い背景は水際に位置する、その立地を想起させるものである。2009年以降ミュールハイム、アムマインは、サンイコールプリエスト及びヌナと三社相互、姉妹都市協定を結んだ。風刺激の劇団、ゲルダス・クライネ・ベルトビューネは30年以上前から、 ミュールハイムの文化生活に格好として重きをなしており、市外でもよく知られ、愛されている。公演は、しばしば1ヶ月前から、売り切れとなる。かつて、シュタールシャンツ社の研修所だった建物を改造した、文化、ホール、シャンツでは、文化工房アイゲンアートが1998年から、毎週、演劇、演芸、演奏会を開催している。ミュールハイムには、 私立博物館がある。このほか、民営のコレクションギャラリーもある。ミュールハイムの企業ハンス・ギュンター・ザ・ハが運営するロールス・ロイス博物館もその一つである。ミュールハイムの水道塔は、ミュールハイム駅の近くに立つ古い玄武岩の建物で、広い範囲から見ることができる、ミュールハイムの象徴的建造物である。この水道塔は、現在も使用されている。ディーテスハイムの旧、 石切は自然保護地区、ディーテスハイマーシュタインブリューヒエは、ラインマイン地域で類例を見ない、自然環境である。ここは、ディーテスハイム地区の旧玄武岩、採石場周辺地域で、玄武岩の採石が行われなくなった後、再自然化した地入りができるよう公開された。特に印象深いのは、ホーゲルスベルクこそいの玄武岩の山腹である。ヘッセンアップルワイン。 カジュエンルートやマイン自転車道が市内を通っている。また、ビーバー側とローダウ側に沿って、ミューレン遊歩道が通っている。様々な球技スポーツ施設の他に、レンマーシュピール宿に、屋内プールと屋外プールがある。マイン側では、ボート競技も可能である。また、ミュールハイムイコール D 射撃会で、この他にディテスハイム、ミュールハイム、レンマーシュピールの各宿に、 SPVGG ディーテスハイムやキッカーズ、ビクトリア・ミュールハイムをはじめ、多くのテニス、卓球、サッカーなどのクラブが存在している。ディーテスハイムクとミュールハイム宿では、バラの月曜日に、レンマーシュピール宿では、社肉祭の金曜日に行われる、カーニバルのパレードにはこの地方全域から、多くの見物客が訪れる。7月末に、救済席場で、文化、 サークルアーティフィシャルファミリーによる人気の音楽祭が開催される。毎年8月15日の週の週末に開催されるディーテスハイムの教会会議祭もこの地方では人気があり多くの人々が訪れる。ミュールハイム区の旧市街祭やクリスマスマーケットも人気である。マイン側のミュールハイム席1970年代後半までミュールハイムは オフフェンバッハ派の重要な工業都市であった。特に、ディーテスハイム採石場での玄武岩採掘、科学産業、砂利採掘、比較加工業、金属産業、電子産業などが重要な経済因子であった。1970年代末以降、ミュールハイムには多彩な中規模企業が創設され、現在ではこの町に大企業は、ほとんど見られない。 オフフェンバッハ軍の他の市町村と同様に、ミュールハイム交通渋滞と騒音に悩まされている。オフフェンバッハとハーナウとの間に位置することから、連邦道 B43 号線は特に渋滞する。この連邦道とほぼ並行して、運行本数の多い鉄道フランクフルト古田線が走っている。また、ミュールハイムは、フランクフルト空港の離着陸干渉地帯に位置している。 ミュールハイムは1995年から S バーンの2つの路線が利用可能となった。ミュールハイム駅の他にディーテスハイムに新しい駅が設けられた。両駅にはビースバーデン・フランクフルト・ハーナウ線が発着し、これを利用するとオフフェンバッハ中心部には約5分、フランクフルト中心部には約20分、フランクフルト空港へは約35分で到着できる。 S バーンの開通に伴って、シバスモーの整備が行われ、これにより、レンマーシュピール区が公共近郊交通に接続した。この他に、オフフェンバッハバス路線103、107、120系統がミュールハイムを通って運行している。日刊紙オフ,フェンバッハポストのオールが地元メディアである。日刊紙を補足するものとして、 人物や事件についてまとめたデーロカーレ z イトングフ g ュアミュールハイム、ディーテスハイムとレンマーシュピールが月ごとに刊行されている。この他に多くの広報誌がある。ミュールハイムに関する詳細は週刊のドライアイヒーコール・ l イトングとシュタットポストミュールハイムにも掲載される。フランクフルタールントシャウはローカル面でわずかながらミュールハイムに関するニュースを載せている。これに対して フランクフルター・アルゲマイネ・ザイトゥングでは、ラインマインイコールザイトゥング面で、ミュールハイムに関する記事をしばしば掲載している。ミュールハイムには、以下の公共教育機関がある。2006年から、オフフェンバッハ軍で最初のモンテッソ理リ教育の学校がミュールハイムに創立した。2012年に、州の教育省は10学年に拡大することを許可した。 民間が運営するこの学校には2012年10月現在1学年から7学年までの合計約85人の生徒が年齢混合の4クラスで学んでいる。さらに警察専門学校であるヘッセン州立警察行政大学の分校やヘッセン警察アカデミーの警察犬専門施設がミュールハイム・アムマインにある。またミュールハイムには 市民大学や音楽学校もある。ありがとうございます。